ば。冠水した道路を水しぶきを上げて走る車。台風10号からの暖かく湿った空気が北海道に停滞している秋雨前線に向かって流れ込み、今日は道内各地で激しい雨が降っています。この大雨の影響で胆振地方を中心に小学校など46校が臨時休校となりました。雨による影響でこちらの用水路から水が溢れ出ていき、あちらの駐車場が冠水していたということです。胆振の厚真町では24時間の降水量が 110.5 ミリに上り、町内の住宅2軒が床下浸水の被害に遭いました。4時、5時ぐらいからか何回か見てたんですけど、そこ開けてちょっと外見たらもう波のようにこう揺れて、水が避難するのもこっち車も通れないんで、こう裏を回って避難してくださいって言われたんだけど、怖かった、本当に怖かった。また厚真町の高岡地区では道道沿いで土砂崩れが発生。午前8時ごろからおよそ1時間にわたり車両が通行できなくなりました。被害は道南の七飯町でも。こちら側から土砂が流出しました。道路すでに撤去作業終わっていますが、まだ泥が残っていますね。さらに奥の方まで石が散乱しています。七飯町の桜町では大雨の影響で函館新道の側道に砂利が流出。およそ2時間半にわたって通行止めになりました。 JR 札幌駅の電光掲示板には列車の運行状況が示されています。今の状況を確認する人も見られます。 JR 北海道によりますと、大雨の影響で函館線や千歳線などの一部区間が一時運転見合わせとなり、札幌と釧路を結ぶ特急大空など140本が運休となりました。雨は今後も降り続き、太平洋側では明日夜までの24時間に100ミリの大雨となりそうで、引き続き河川の増水や低い土地の浸水に警戒が必要です。